た方は口を閉じてはならない。あなた方は口を閉じてはならない。神である主よ、私を召、そして私に捧げなさい。あなた方の思いを私の前に告白し、そしてあなた方心から私に願い求めるならば、私はそれを叶えようと主は仰せられます。アーメン。口を開いて愛する兄弟姉妹、主を求めてまいりましょう。主を求めてまいりましょう。主がこの礼拝の真ん中に、主がこの私の生活の中に、主が私のただ中にご臨在してくださるように、主を求めてまいりましょう。アバロイシクレンセレス、エバラバシエス、アバライシクレンセレ、アバライシェンクロディリブライシェンロディクレンセレ、アバライシクレンセレ、ディクレンセンクロディレイシェン、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求められることは何であるか。すなわちあなたの神主を恐れ、そのすべての道に歩んで彼を愛し、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に仕え、また私は今日あなたに命じている主の命令と定めを守って幸いを得ることである。見よ、天と諸々の天の天および地と地にあるものとは皆あなたの神主である。アーメン。主を賛美してまいりましょう。全ての人は見る、
主イエスは主イエスは主イエスは主救い主イエスは主見渡しながら、口をエア握手を持って皆さん目と目でお互い祝福しながら朝と挨拶を交わすとって持ちましょう。アメン。前回司会の奉仕をさせていたときに少し経済の証しを、仕事の証しを、環境の証しをさせていただきました。随分反響があったようです、皆さんから励まされましたという言葉をいただきました。非常に厳しい、仕事の環境ではあったんですけども、主が確かに祝福をしてくださいました。でも愛する兄弟姉妹、実をとという言葉はないかもしれません。この中にはですね、これからさらに厳しくなる、もっと厳しくなる、もっともっと厳しくなる、一体これからこれが世界はどうなってしまうんだろうか。会社っていうのは年度の始めというのがございます。年度と始めと年度が終わります。私はすでにその時頭の中で、今年の12月のことを考えておりました。12月はどうなってしまうんだろう、
神様は確かに私の経済を祝福してくださった。だけど今年の人事はどうなってしまうんだと思いながらも、皆さんの前にあのような告白をしたんですね。皆さん、私の告白は二枚舌だったでしょうか。違う、そうではないです。私たちは確かに今この時祝福されてるんです。愛する兄弟姉妹たち、私たち今恵まれてるんです。確かに厳しくなる、あるいは厳しさの中にいるかもしれない。でも兄弟姉妹、今私たちは今主にやって救われてる、感謝じゃないでしょうか。今私が主に感謝するのではなければ、いつ感謝するんでしょうか。来年の厳しい時のことを今から思って、明日のことをイエス様苦労しなさいとおっしゃいましたが、いいえ、そうではありません。経営者はそうかもしれない、仲間はないとなるかもしれない。でも私たちの生活、私たちの信仰、私たちの違うのは、今あるこの時の主への感謝のことを信じます。愛する兄弟姉妹、今は厳しいかもしれない、今は見えないかもしれない、でも主は私の人生を祝福してくださっている、主はその約束を私に賜ってくださる、アメン、主を信じようではないでしょうか。その信じること自身はどこから湧いてきますか。それは私たちの信仰です。信仰はどこから支えられるでしょうか。それは主の感謝です。この厳しい中にあって、私は何百回何千回、大げさではないです、本当にこの賛美を聞いたかどうかありません。ある賛美がずっとずっと3曲4曲頭の中で、ずっとずっと回っていました。その賛美をぜひ皆さんと分かちしながら、そして力強く力強く、私たちはこのように踏み出していきたいと心から願います。どうぞ愛する兄弟姉妹、私たちにはハレルヤとこの賛美がある、ハレルヤとこの賛美がある、ハレルヤとこの賛美がある、ハレルヤと言葉を握りしめながら私たちは歩んでまいりましょう。歌えハレルヤ、敵の目の前で歌えハレルヤ、不信仰かき消そう、歌えハレルヤ、賛美です。歌えハレルヤ。手も共に立つ。賛美しましょう。嵐の真ん中、声上げ賛美します。燃えかすから希望。
げよう、さらに強く声を上げよう、力強く声を上げよう、さらに強く声を上げよう、Yes, no doubt.
アメン。主の名を褒めたたえ感謝捧げます。私たちがこの場所で賛美することができるのは特別な恵みであり、主が与えてくださる特権であることを感謝いたします。すべての作られたもの、息あるものは主を褒めたたえ感謝捧げいたします。私たちが賛美を歌うとき、私たちが作られた目的の真ん中に生きることができることを感謝いたします。私たちの生涯、また永遠という時間をかけて、主よ、あなたの偉大さ、真実さ、素晴らしさ、どれだけ褒めたたえてもそれを言い尽くすことができないほど主は偉大なお方であられることを感謝いたします。この日曜日、私たち神の家族が一つとなり、主に捧げるこの賛美を主が天で受け取り、またこの地において主の行為と恵みを豊かに注いでくださることを感謝いたします。我らの命、恵み、すべての祝福の源であられる我らの主イエス・キリストの名前を通し、主に栄光を捧げてお祈りいたします。アーメン。素晴らしい主に感謝の拍手を捧げてまいりましょう。アーメン。感謝いたします。また天にある主の本当に恵みが、イエス様が復活されたその朝、イエス様の第一声は何だったんでしょうか。それはシャローム、平安があなた方にあるように。このシャロームは復活の宣言であり、天の御国が私たちのうちに望むその宣言であることを感謝いたします。共にシャローム、お互いに宣言したいと願います。はい、シャローム。互いに挨拶する時間を持ってまいりましょう。シャローム、感謝します。シャローム、シャローム、アーメン。感謝します。はい、では感謝いたします。今日も私たちが共に礼拝捧げることができるのは本当に恵みであることを覚え、そして感謝の捧げ物を捧げたいと願います。このシャロームという言葉の中には、まず天の父なる神と私たちの間の和解があります。また人間関係すべての領域における和解、許しが含まれます。それだけではなく、私たちの健康の、この体の癒し、また経済の領域において主の行為と恵みが満ち足りる、すべてこのシャロームの中に含まれていることを感謝いたします。それですので、私たちは今天にある主ご自身の約束を受け取り、そして感謝捧げたいと願います。今日捧げるその捧げ物を手に持ったなら、主の御前に掲げてください。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。主の約束は真実であることをありがとうございます。エペソの手紙1章3節には、天にあるすべての霊的祝福をもって、イエス・キリストを通し父なる神が私たちに祝福を与えてくださった、その約束が与えられていることを感謝いたします。天のすべての祝福はイエス・キリストを通して私たちのものとすでにされていることを感謝いたします。それであるなら、私たちは不足することはありません。主が無限の供給者であり、私たちの命を支え、私たちの生活を、働きをすべて収めてくださっている王の王、主の主であられることを感謝いたします。この主に向かい、私たちは感謝を持ってこの感謝の捧げ物をお捧げいたします。これを信仰の種として用いてください。絶えず開かれた天の窓があり、本当に一堂の上に主の恵みが降り注ぎますように。また今日この十分の一を捧げる方々の上に、マラキ書に書かれている約束の通り、主は試してみなさいと私たちに言われています。私たちがこの十分の一を捧げるとき、主は天の窓を開き、季節に従い雨を降り注ぎ、そして私たちの地が不作にならないように、すべてのイナゴを叱りつけ、主ご自身が私たちの地を豊かな実りで満ちあふれさせてくださることを感謝いたします。これは父よ、あなたのお約束ですので、必ず成し遂げられます。私たちは主に信頼し感謝を持って、愛するイエス様の名前を通しお捧げいたします。アーメン。賛美の中で捧げてまいりましょう。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主に大きな拍手を送りましょう。ハレルヤ。賛美チームの皆様、素晴らしい賛美を導いてくださってありがとうございました。感謝します。賛美チームの皆様に大きな拍手を送りましょう。ありがとうございました。はい、それではお知らせの方に入らせていただきたいと思います。引き続きですね、コロナ対策の方をしております。で、本当に毎日ですね、定期的にこの街道、いろんなトイレとかですね、いろんな事務所、そういったところを本当にたくさんの奉仕の方たちがですね、きれいに、アルコールやいろんなものでこう、掃除してくださってですね、本当にみんなが安心して安全に、礼拝を行うことができるように、本当にたくさんの奉仕者の方たちが奉仕してくださっています。その奉仕者の皆さんにも大きな感謝の拍手を送りましょう。ありがとうございます。ハレルヤ。はい、あとですね、もう皆様の LINE の方には届いていると思いますが、週報の方がもう届いておりますね。これから毎週朝一番にこの週報が届くようになっております。また、それと同時に、ペーパーの週報、コイノニアのコルクボードの方に、貼るようにもなりましたので、そちらの方にももしよろしかったら見てください。はい、あとですね、もう一つは総会ありました。その総会の投票の受付が今日が最終日となります。本当にオンラインの方から、申し込んでいただいても構いませんし、また、こちらの方に提出していただいても構いません。またそういえば今日だったなっていうふうに思われた方はですね、後ろの方にも投票用紙用意してありますので、そちらの方に書いていただいて投票をしてください。よろしくお願いいたします。はい、そして今日はですね、なんと第2礼拝で献辞式が行われます。今ですね、こちら献辞式導いてくださる慎吾先生をですね、こちら講談の方に拍手でお迎えしましょう。アメン。感謝いたします。私たちがこの献辞式を持って子供を神様に捧げる、その恵みをですね、本当に感謝いたします。子供っていう字ですね、子を備えるっていうですね、これはまあ本当に多くの日本の文化の中で偶像礼拝と結びついてですね、まあ、子供は供え物という、そのような字が出来上がりました。そしてまあそれを嫌う人たちも多くいますね。子供、その偶像礼拝と結びついているので。でも本当に聖書には、その生まれる子供は神様に捧げられたものである、神様に供えられ、神様に献身するそのものであることを感謝いたします。それですので、その文字もその意味合いも、すべて私たちはイエス・キリストの名によって贖ない、そして子供たちを主の御前にお捧げしたいと願います。この献辞式は、その両親が神様に子供を捧げるだけではなくて、私たちこの神の家族が共同で、この子供は神様のものである、そしてこの教会の宝であり、私たちはこの両親だけが責任を負うのではなく、捧げられる子供たちに対して私たちも共に責任を負います。彼らのために祈り、彼らの将来がイエス様にあってまっすぐにされいくことを取りなし続けます。なので、これは献辞式は両親のだけの捧げる式ではなく、教会全体がこの一人の子を神様の御前に捧げる、その式であることを覚えて、これからの献辞式に臨みたいと願います。鈴木家のですね、皆様、今日はそのゆうせい君ですね、長男であられるゆうせい君を献辞式行いますので、拍手を待ってですね、鈴木家の皆様お迎えしたいと願います。ご両親からですね、どういう子か、そしてまあ願いや何かこの経緯がありましたら、ご説明してくださればと願います。じゃあ、重たいのでマイクは持っておきますので。感謝します。少し遅くなってしまったんですけれども、優生の献辞式ができることを感謝します。優生はですね、2018年の11月20日に生まれて、2019年の1月に実施士として迎えることができました。特別養子縁組、お姉ちゃんもそうなんですけれども、2人目の特別養子縁組ということで、迎えることができました。神様がですね、本当に、計画を立ててくださって、実はこの、お母さんは、産んでくれたお母さんは、同じお母さんなんですね。で、この新宿で、生まれました。この子たちを本当に預かるとき、まだ妻もちょっと病気がまだあったので、どうするかすごく悩んだりもしたんですけれども、その中で神様の、恵みがあることを信じて、私たちに、任せてくれた、子供として、与えられたと、信じて、優生を迎え入れたことを感謝します。特に、優生はですね、まあ
漢字縛りがあってですね、ゆで始まる漢字で始まる名前は一日のうちに考えなさいというような実母さんからの宿題があって、それで名前を決めなきゃいけなかったものですから、なかなか、すぐに決められなかったんですけれども、人生を勇敢に、また、晴れやかに過ごし、歩んでほしい、また主の勇士としてハレルヤといつも賛美を持って、歩んでほしいという願いを込めて、名付けました。この子が本当に、今慎吾先生も言ってくださったように、皆さんのことをして育てていただければ本当に感謝です。よろしくお願いいたします。感謝します。本当に、ゆうちゃんの時はもう一刻も早く検事式をと思ってたんですけれども、本当にインターネットの方々にご迷惑をかけながら、その時はまだ実施じゃなかったので、ネットにとかに放送できなかったんですけれども、この時はもう実施になったので、もう大胆に全国の全世界の皆さんに検事式を放送することができて感謝します。とっても穏やかな性格で、ちょっと自我が出てきてしまっているんですけど、なんかすごくニコニコいつもしているので、とっても一時保育とか預けてもみんなに人気で癒されますとかって保育の先生方におっしゃってもらえるような、とっても穏やかな子です。パパも言ってくれたように、本当に、どんな時でも神様のことを見つめて、勇敢に本当に朗らかな気持ちで過ごしていてもらいたいなと思います。はい、感謝いたします。アメン、ありがとうございます。ではですね、この祝福をぜひですね、霊的なおじいちゃんであると同時に実際のおじいちゃんでもあられる稲城先生とですね、また吉川先生もともに、深津先生もぜひ証人としてですね、牧師たちでともに祝福式したいと願いますので、お祈りを稲城先生に導いていただきます。よろしくお願いいたします。はい、アメン。皆さんも心を合わせてご一緒に祈りたいと思います。ハレルヤ。天のお父様、優生君をこの世に、主がもたらしてくださったことを信じます。アメン。この子供は本当に、生まれた時はどうなるのかわからないような状況でしたが、本当に主が、見てを差し伸べ、そしてこの子の一生を本当に良きもので満たしてくださることを信じます。アメン。どうぞ健康を守り、そして良い友達に恵まれる、そのような、幼稚園やまた小学校中学校高校の生活ができますように祝福してください。お願いします。そして、この家にとっては本当に、もうたくさんの励ましをもたらす、その子供と、なっていきますように祝福してください。アメン。若い時からイエス様を体験できる、そのような道も主が備えてくださいますようにお願いします。ハレルヤ。またマロもレイコも、またユウちゃんも、神様が本当にますますこの家庭を愛で満たし、ご自身の証の素晴らしいファミリーとなりますように用いてください。イエス様の皆によって祝福して神様にお捧げします。アーメン。ハレルヤ。はい、検事式おめでとうございます。宮先生も本当にお祈りありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。それからですね、教会から、イエセイ君に検事式のお祝いです。おめでとうございます。感謝します。はい、それではですね、メッセージの方に入らせていただきたいと思いますが、その前に一言ですね、私の方から、ちょっと皆様に感謝のことを伝えさせていただきたいと思います。本当に、医療従事者のためにですね、たくさんの祈りをしてくださったことを本当に感謝いたします。本当に皆様の祈りがですね、本当に聞かれて、神様がそれを本当に香ばしい香として受け取ってくださり、本当に、この私たちのこの医療従事者みんながですね、本当に重症に至ることなく、本当にこの教会にはたくさんの医療に関わる人たちがいらっしゃるんですね。本当にその人たちのことを神様守ってくださったこと、本当にこのことを感謝したいと思います。
本当に、皆さんのここにいる医療従事者皆さんの、代表して私の方から感謝したいと思います。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では早速御言葉の方に入らせていただきたいと思います。今日のタイトルはですね、永遠の命、永遠の命というタイトルで、御言葉を一緒に学んでいきたいと思いますけども、ローマ書3章23節ですね。ローマ人への手紙3章23節、パワーポイントの方は出ないですかね。そしたら、ちょっと私の方で代表して読ませていただきます。もしご用意ができている方いらっしゃいましたら、一緒に読んでいただければと思います。ローマ人への手紙3章23節です。3、はい、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず。アメン。はい、私たちはですね、罪を持った、罪という性質をですね持ったものとして、ここにいるんですけども、その罪、この罪というのは大抵はですね、人にこう見せることはない、そのようなものなんですが、時々人にその罪をですね見せてしまうということがあると思うんですね。ここの御言葉はこの罪のことに対して言ってるんですけども、ここの御言葉で誰がじゃあ罪を犯したと書いてあるでしょう。ここは他の訳を見るとですね、罪を持ったというふうにも訳されてるんですね。ここにはですね、すべての人って書いてあります。すべての人が罪を持ったと、そのように書かれてます。でもですね、神様はそんな罪を持った私たちのために贈り物、プレゼントを与えてくださったんですね。今日はですね、そのことをこのローマ人の手紙から一緒に学んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日はあなたの臨在を期待します。どうぞここにあなたが一人一人に豊かに触れてくださって、あなたの御言葉を一人一人が分かりやすいように、あなたが豊かに語ってくださいますようにお願いいたします。あなたの御業があふれますように、あなたの行うこと、あなたの御心が一人一人に伝わりますようにどうぞ助けてください。あなたに最初から最後までお祈りして感謝して、愛するイエスのお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、御言葉出ますかね。次の、そうですね、こちらの方が御言葉になります。先日私の職場でですね、一人の、スタッフが私のところにもすごい真剣な顔をして、話しに来たんですね。深尾さん、私最近もう本当にイライラしてしょうがないって言ってくるんですね。もう何をするにしてもイライラしてイライラして、なんでこんな風にイライラするのかわからない、でもつい人に当たってしまう、そういうような感じがある。まるでなんか自分の中に本当にこう邪魔する、もう悪魔みたいなものがいる、そういう感じがする、そんな風に感じてしょうがない、そういう風に私のところに話してきました。私もそうですね、やはりこういう難しい状況の時にですね、その瞬時にその答えを出さないといけないっていう時、なんか後々から考えると、なんで自分はあんなこと言ってしまったんだろうなって、そういう風に思わされることがあるんですけども、でもイエス様、神様は完全なお方ですよね。神様はこの全ての人たちを本当に愛を持って愛してくださっています。神様が考えられていること、それは本当に純粋でですね、本当に良いものなんですね。私たちはこれを愛と呼んでいます。その愛、これがですね、聖書にも書かれているんですけども、愛は律法を全うすると書いてあります。ということはですね、神様の律法は愛ということなんです。でもし皆さんが、皆さんお友達がいると思うんですけども、もうすごく愛している友達がいるとします。その友達にですね、何かこう意地悪をするっていうことはあるでしょうか。あんまりしないと思うんですね。またその友達が大事にしているもの、それを盗んでやろうと、そういうふうに思うこともないと思うんです。神様の偉大な愛っていうのはですね、人を愛する愛なんです。でもですね、ビジネスにおいてはですね、その愛っていうよりも、どうしてもこうお金を稼ぐ、お金のために、
まあ、そういうものがこうやって出てきてしまって、まあ、人のためにっていうようなそういうところにこう気にかけるっていうことができないっていうこともありますね。あのニュースとかを見ていても、まあ、お金に関する犯罪、まあ、そういったニュースもよく耳にすると思うんですけども、この聖書はですね、私たちが実は知りたいことっていうのはもうすでにこの聖書の中に書いてあるんです。私の心の中にもう本当に強い悪魔のようなものがいる、まあ、そういうふうに私のスタッフは言ったんですけども、私たち全ての人が罪を持っているんですね。そう、罪の性質を持っているんです。本当にもう、まあ、皆さんがどうやって見ているかわからないですけど、私の娘もですね、もう天使のような、そのような娘さえもそういう罪を持っているんですね。まあ、この罪という方向にですね、私たちが進むのであれば、それは死へと向かわせてしまうことになるんですよということを言っています。ローマ人の手紙6章23節、ここをですね一緒に読みたいと思います。3、はい、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストにある永遠の命です。アメン。ここにはですね、報酬と賜物、この2つの対照的な言葉が書かれています。まあ、皆さんの家に必ずあるというもの、それは家電製品というのは皆さんあると思うんですね。冷蔵庫、洗濯機、エアコン、ね、いろんなこう家電製品家にあると思うんです。でもこの家電製品というのはですね、まあ、いつか壊れてしまう、まあ、修理が必要になる、早かれ遅かれそういうことが時が来るんですね。でもしくはもう壊れて捨ててしまう、まあ、そういうような時が来ると思うんですが、まあ、大体修理を頼むと思うんです。故障してしまった、じゃあちょっと修理を頼もう、そして修理を頼んだら修理をするプロが来てくださって、そのエアコンなり、まあ、冷蔵庫なりこう修理してくださるんですね。2時間3時間ぐらいかけて、はい終わりましたと、もう、ね、完璧にきれいに直してくださいました。でその時に私たちが、まあ、何万円かかるか分かんないですけども、まあ、例えば5万円として、その5万円を報酬としてその修理してくださった方に支払うわけですよね。でもですね、例えば久しぶりに会ったかわいいかわいい姪っ子やおいっ子、それが家に来たとします、ね、どうでしょう、もう可愛くて本当に久しぶりなんで、ついつい心も大きくなってお小遣いを弾んじゃおうみたいな、5万円あげちゃおうってしたとします。5万円、ね、奮発してあげたとします。でも同じ5万円でもこの2つにはですね、大きな違いがあるんですね。ここの23節に書かれている報酬の考えとは一体どういうことでしょう。これは死ですね。これはですね、何のためのものなのか、私たちは何をしたら死ぬとこの御言葉は書いてあるでしょう。それは罪です。私たち全ての人が罪の性質を持っています。私たちはこの悪状況の中で生活をしているんです。もし私が車を運転していて、赤信号分かってるけど急いでる、そのまま交差点に突っ切っていったとします。どうなるでしょう。大変な大きな問題になりますね。事故が起こるでしょう。事故が起きて、そして事故を合わせてしまった人、また家族に大きな迷惑がかかります。また自分の家族にも大きな迷惑がかかりますね。またはあのキャンプ用品売り場とかね、ああいうところに私よく行くんです、まあ、そういうキャンプ用品が売ってるところに行って、まあ、毎年行くと本当にこう綺麗な新しい種類のテントとかタープとかいろいろ出てくるんですね。おー、このテントいいな、あ、このタープもいいな、このシュラフもすごくあったかそうでいいな、なんだだったらそんな遠くまで行ってキャンプしなくてもここでキャンプできるじゃないかって言って、そこでもし火を起こしてしまったらどうでしょう。これも大きな問題になりますね。もうそこで火事になって、ビルが大火事、もうたくさんの人たちに迷惑がかかります。
私たちはですね、ルールという中で生きている、そういう側面もあるんですね。ルールです。なのでそのルールを守らずにこのようなことをするのであれば、私たちは罰を受けなくてはいけないんですね。これは神様の裁きとか、まあ、あなたが好きだから、あなたが嫌いだからと神様がそういうふうに言って裁いているものではないですよね。例えば仕事場で、まあ、エコひいきする上司がいたとします、ね、心当たりのある人もいるかもしれませんよね。その時、そんな上司の下で働く時、皆さんどうですか？気分的にあまりいい気分はしないですよね。なんでこんな上司のために自分は働かないといけないのか、ね、神様には好みっていうのはないんです。神様はとても素晴らしい美しい世界を創造されました。そして神様は私たちにたくさんの贈り物をくださいました。でもしばしば私たちはですね、その神様の言うことに反発して、自分は自分のやり方でやりたいんだ、ね、神様の言うことではない、自分のやり方でやろうとしてしまう、そういう時があります。神様に背いて行動してしまうっていう時があると思うんです。これはとても深刻なことですね。そこで支払わなければいけないものが、それがその報酬が死ということです。でもいや私生きてますよ、で死んでなんかいないですよ、まあ、そういうふうに思う人はいるかもしれません。でも聖書を読んでいくとですね、死というのは神様と私たちをそのつなぐ絆が途絶えてしまう、まあ、そういう意味がこう書いてあるというのは分かってくるんですね。ですから私たちが犯す罪は神様との命の関係を引き離すこととなるんです。今もですね、そして常しめまでもそれは変わらないんです。でもそこには贈り物があるんです。この前私が、まあ、靴を履こうとした時に、まあ、革靴もう本当にボロボロになってしまってですね、もうダメだな、これちょっと新しいの買わないとダメだなって言った時に、まあ、近くに娘がいたんですけど、娘がですね、いいよそしたらパパ私のお金全部使っていいから新しいの買っていいよって言うんですね。でもちろんですね、そんな革靴を買うほどのお金は、まあ、彼女は持ってないんですけども、ですから本当にプレゼントをもらえるわけではないんですね。でも本当に買ってくれないので、買ってもらえないのでプレゼントではないんですけども、でもその一言ですよね、それがやっぱり、なんていうかもう言葉にできない、本当に言葉には言い表せられない、本当に素晴らしい素敵な、まあ、娘からのプレゼントだったんですね。ここの23節、ここにはですね、どんなプレゼントを神様はくださったと、ここに書いてあるでしょうか。死ではないんです。命をくださると書いてあるんです。命でも単なる命じゃないんです。永遠の命です。永遠の命を神様は私たちにくださる、そのように書いてあるんですね。この永遠という意味の中に含まれているものにはですね、もちろん時間的なものもありますね。永遠時間、まあ、それと同時に質クオリティっていう、そういう意味もあるんですね。医療の世界でもですね、この質っていうのはとても大切にしています。皆さん QOL っていうのは聞いたことありますか？クオリティオブライフって言うんですね。クオリティオブライフ、これは生活の質とか命の質とか人生の質、まあ、そのような意味があるんですけども、このクオリティオブライフ、これを、まあ、治療や療養生活を送る患者さん、これがまあ物質的にまあ豊かにですね、与えられて、まあ治療を専念していく、まあ、そういうことではなくて、治療中療養中である患者さんが生きる上で感じる充実感とか満足感、それを得ていく、そのことを考えていく、それがとても重要なんですね。自分らしく納得のいく生活、その質の維持を目指すっていう考え方です。
治療法を選ぶっていうのはですね、まあ、治療効果ももちろん大切なんですけども、やはりそれだけではまあないんですね。 QOL を保てるかどうか、維持できるかどうか、それを考慮していくこと、これがとても大切なんです。なぜなら私たちは人間だからです。人間一人一人はただのものじゃないんです。ペットじゃないんです。その背景にはですね、生まれた時から今までのその人生の縮図っていうのがあるんですね。本当にその人がその人らしく生きていく、そのことが重要になってくるんです。またこの永遠には天国っていう意味も含まれています。死ではないんです。この贈り物に対して私たちはいくら神様に支払わなければいけないんでしょう。もちろんプレゼントに対してまあお金を支払うとかそういったことはまあないんですけども、でもそれ以前に実は私たちはそれを支払うのに似合ったものを持ってないんですね。ですから私たちはこのプレゼントに対する十分な良いことができないんです。でもそれでもいい、神様はそんなあなたたちでもいい、そう言って贈り物を私たちにくださった、そのように言っているんです。私たちに主イエス・キリストを通しての永遠の命をくださる、そのように書いてあるんですね。イエス様がこのプレゼントの支払いをしてくださったんです。天の父なる神様は私たちにご自分の御子をもう惜しまずに与えてくださいました。罪にまみれたもう罪だらけの私たちに、ね、何にも汚いとかそう思わずに自分の一人息子を、大事な一人息子を送ってくださったんです。それゆえに私たちは天のお父様の御前と進み出ることができるんですね。そして私たちはそこで言うことができるんです。実は私イエス様という人を知ってるんです。そしたらお父さんは何て言うでしょう。そう、イエス、それは私の息子だよ。そうか、知ってんのか、じゃあおいで、こっちにおいで、そうやって迎え入れてくれるんですね。なぜなら神様の御子イエス様は全ての支払いを済ませてくださったからです。ヨハネの福音書1章の10節から12節、ここをですね一緒に読みたいと思います。ヨハネ福音書1章10節から12節、3、はい。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々は神の子供とされる特権をお与えになった。アメン。そうです、イエス様が来られたんです、ね、でも人々はイエス様を受け入れなかったんですね。私たちの社会にはですね、働いている方はご存知だと思うんですけども、まあ、部署、その会社の中で移動っていうことがありますよね、まあ、これが本当にその建物の中で移動するのか、または本当に転勤という遠くまで行く、そのような移動ってあると思うんですけども、この医療の中にもそういう部署の移動っていうのがあります。例えば内科病棟から外科病棟に移ったり、でそこから外来に行ったりとか、まあ、そういった感じでその病院の中での移動っていうのがあるんですね。でもその時にですね、まあ、元からあったそのグループっていうのがありますよね、まあ、移動先ですね。そこに自分一人がそこに入っていった時、どうでしょう、たまに、あ、なんか風当たり強いなって思うことないですかね。なんか自分は受け入れられてないのかなっていうふうに思ったり、まあ、これも大人でもちょっと傷ついてしまう、そういうようなことがねあると思うんです。でもこの中にもイエス様を受け入れた人たちもいたんです。受け入れるっていうことはですね、まあ、そう難しいことではないですね。ただ受け入れてもらえるか受け入れてもらえないか、まあ、そこにはですね相手の意思の意思があるんですね。ですから例えば誰かがうちに来た時に自分はその人を家の中に招き
入れることもできるし、門前払いで返すことができる、まあ、そのようにですね、こちら側の自由っていうのがあるんですね。黙示録の3章23節にはこのように書かれています。黙示録の3章20節一緒にお見しましょう。3、はい、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。アメン。ここに見よって書いてます。この見よって言葉はイエス様がもう聞いてほしい、もう見てほしい、まあ、そういうこの希望があるんですね。そういうふうに言われています。イエス様はどこにおられて何をされていると、ここに書いてあるでしょう。戸の外に立って戸を叩くと書いてあります、ね、皆さんの家はどうでしょう。やっぱりこうやって叩いて入るような玄関でしょうか。またこうインターホンとかカメラ付きのインターホンとか、まあ、そういうのがあると思うんですけども、でもどちらにしてもイエス様は私たちの人生の歩みの中に入っていきたいんだ、そのように願われているんです。私たちは兄弟姉妹が入院しているとその病院にお見舞いに行きますよね。でお見舞いに行って、そこに入るとき、まずドアをちょっとこうノックして、いいですか今入ってもみたいな感じで入っていくと思うんです、ね、そして病室に入ってそのベッドサイドに座って、容体はどうですか、辛くないですか、苦しくないですか、ね、今何か必要なものはないですか、今教会はこんな感じですよ、そういうようなこう話をしていくんですね。そしてそこで一緒に賛美をしたり、また祈ったり、そういうような分かち合いをすると思うんです。ここに食事をこうすると書いてありますけども、もちろんそこで一緒に食事っていうのは難しいかもしれませんけども、でも私たちは霊的な糧をですね、そこで一緒に食事を共にすることができるんですね。それが愛ですよね。これがイエス様の愛なんです。この御言葉を読むだけでも、その情景っていうのはこう大体目に浮かんでくると思うんですけども、受け入れるのか受け入れないのか、でそれは私たちの意思に自由が与えられています。私はもうこのままいいんだ、もうこの先もういつ死んだっていいんだ、そういうふうに言うのか、それとももう声も出ない、もう声が出ないぐらいもう衰弱している、でもどうぞ私のところに来てください、そのようにですね願うのか、それは私たちが選ぶことができるんです。そしてイエス様を受け入れるっていうことにはですね、とても重要なことがあるんですね。それは聖霊の力が必要ということです。コリント人への手紙第1、12章3節、ここをですね一緒に読みましょう。3、はい、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。アメン。私たちは聖霊がいらっしゃらなければ、聖霊の助けがなければイエス様を主と呼ぶことができないんです。主と信じて歩み始めることができないんです。教会に初めて来られた方はですね、教会に来るとたくさんの兄弟姉妹たちが神様を信じると本当に素晴らしいですよとか、ね、神様はあなたを本当に愛してるんですよ、ね、そういうようなこうことを言われて、あ、なんかいい感じだなっていうふうに思うかもしれません。でもですね、多くの方はそう思うかもしれないですけども、私たちには罪があって神様は私たちをそのまま受け入れることができないんです。だからイエス様は十字架にかかってくださって、あなたのために十字架にかかってくださって、その命を捨ててくださって、だから私たちは神様の御前に行くことができるんですよ。でそういうこう話されると、ああそうですかみたいな、こう受け入れるっていう感じにはならなくなってきてしまう、そういうことがあるんではないでしょうか。そんな2000年前のイエスっていう人と自分は何の関わりがあるんだ、ね、そういうふうに思ってしまう、
そういうこと、そういうふうに受け入れることができないっていうことがあると思うんです。でもどこかで本当にイエス様がその人に触れてくださって、ああそうなんだ、イエス様は私のために十字架にかかってくださったんだ、私の罪を代価を支払ってくださったんだ、そういうふうに、ね、思わせる、そういう時が、そのタイミングっていうのが起こってくるんですね。私たちはある時それが自分の決心とか自分の決断、自分が信じたんだ、そういうふうに思ってしまうことがあるんですけども、本当に起こっていることは、それは聖霊が働いてくださってるんです。聖霊が私たちは信じることができるように働いてくださってるんです。そしてそれを私たちが告白できるように、それも聖霊が働いてくださってるんですね。これは聖霊の働きなんですよってこの御言葉は言っているんです。私たちが自分でイエス様を信じたんだ、決断したんだ、私の意思なんだ、そういうふうに思われるかもしれませんけども、聖霊は私たちが気づかないところで本当に働いてくださって、私たちが信じるように働いてくださるんです。今日初めて教会に来られた方、ね、また自分が教会に初めて来た時、ああなんかこう気づかないで来たけども、実はああちょっと教会行ってみようかなとか、誰かが私に教会行かないって言ってくれた、そのことさえも聖霊が働いてくださってるんですね。私たちのうちに働いてくださって、教会に導いてくださって、そして罪が分かるようにしてくださる、十字架が分かるようにしてくださる、ね、もう本当に単に頭で分かるようにするんではなくて、もう本当にこのイエス様の十字架は私のためだったんだ、そういうふうに思わせてくださる、その私のために命まで投げ出してくださったんだ、それが聖霊の働きなんです。ですから本当に聖霊の働きなしに教会は始められないんですね。イエス様は私の主です、ね、その私たち一人一人がイエス様が私の主ですとそのように崇めること、またイエス様が私の主ですとその足元にひれ伏すこと、これが本当に大切なんです。今のこの世で主として捉えさせるそのような存在ってどんだけあるでしょうか。お金かもしれませんね、仕事かもしれません、もう本当に私を崇めなさい、私を主と呼びなさい、そのような働きがですね本当にたくさんあると思うんです。そのような中で具体的にイエス様を主として崇めていくこと、具体的にイエス様を第一としていくこと、それが私たちに問われているんではないでしょうか。一日の中で最高のものをイエス様に使ったでしょうか。一日の中で最高の情熱、この情熱を使ってイエス様に使えたでしょうか。一日の中で最高のもう努力を持ってイエス様と共に歩んだでしょうか。イエス様が主であるというのはですね、具体的に私たちの生活の中に表されていくべきものなんです。先ほどのローマ人の手紙、ここには神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、そのように言われています。そうであるならばイエス様をお迎えしようではありませんか。イエス様が私たちの生活の中に来てくださって、イエス様が永遠の命を与えてくださって、生活の質、命の質を良いものにしてくださることを感謝します。そしてその私たちが一致していくこと、これが大切なんです。例えば一人一人イエス様の愛を持って祈り合って、許し合って支え合っていくこと、本当にお互いのことを気に留めてですね、心にかけて支え合っていくこと、この互いに支え合っていくこと、これを私たちはしていきたいですね。そこに確かにイエス様はおられます。目に見えないけれども
イエス様はそこにおられるということ、本当にそのことをですね、私たちは感謝していこうではありませんか。教会の一致というものはですね、神様の素晴らしさを表すための一致です。教会の一致というのは神様の栄光を表すための一致です。神様、あなたが主です。あなたの御心を求めます。あなたが第一です。そのようにですね、自分の持っているものをすべて投げ捨ててイエス様に従っていく、その一致なんです。イエス様を体として、キリストの体として、イエス様を頭として、私たちはイエス様を崇めていこうではありませんか。イエス様は私たちのところに来てくださって、深い愛の交わりを持ってくださいます。イエス様は友なんですよ。友のために命を捨てるほどの愛はない、そのように言ってくださっているイエス様が私たちを友と呼んでくださるんです。私たちがイエス様に友達になってくださいっていうんじゃないんです。イエス様が私たちを友だと、そのように言ってくださるんですね。このイエス様が私たちには必要なんです。このイエス様の愛が私たちには必要なんです。私たちに用意してくださっている恵み、祝福を感謝していこうではありませんか。私たちに用意されている御心に感謝していこうではありませんか。私たちに用意されている全てのことを感謝していこうではありませんか。私たちはですね、愛されたから使えることができるんです。そして使えていく中でも、もっともっと愛を知っていくことを感謝します。経験していくんですね。ですから、もっともっとこの使えていくことを体験させていただけるように、そのように願っていこうではありませんか。そして愛されているということ、私たちは愛されているんです。その愛されているということも、私たちはもっともっと味わっていこうではありませんか。そして永遠の命をいただいているものとして、イエス様に用いていただこうではありませんか。イエス様は私たちを用いて御心を表したい。イエス様は私たちを用いて、私たちを通してその御業を表したい、そのように願われていると信じます。ですからイエス様に私たちは期待していきましょう。私たちはこのイエス様の御心を求めて、イエス様を崇めていこうではありませんか。アメン。お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天皇お父様、本当にあなたが私たちのためにその命を支えてくださったこと、その御業を感謝いたします。私たちが今このように歩めていること、それはあなたが私たちを通してあなたの御業を表したい、私たちを用いたい、そういう願っているからだと信じます。どうぞ私たちが本当にあなたの御業を表すものとして、そのような器として今私たち一人一人を作り変えてください。あなたが御業を表しやすいようにどうぞ作り変えてください。そして主よ、あなたの御業が私たちを通して、本当にあなたを知らない一人一人にあなたの永遠の命が与えられていくことを信じます。主よ、あなた豊かに働いてくださることを信じます。どうぞあなたの力が注がれますように、あなたの勇気が注がれますように、イエス様、あなたが主ですと一人一人がそのように示されますように、そのことが理解できますように、聖霊様どうぞ豊かに働いてください。闇は光に勝たなかった。今私たちを通してあなたがその栄光の光を表してくださることを信じ宣言いたします。その闇は、すべての闇はこの光によって公に表されます。あなたの栄光が表され、あなたの御業が表されることを信じ宣言いたします。どうぞ主よ、私たち一人一人は、あなたこそが主です、イエス様あなたこそが主です、そのように永遠の命をいただいて歩むことができますように、どうぞ豊かに働いてください。これからの歩みが本当にあなたの光の中で歩んでいく、そのような歩みとして豊かに用いてください。私たちが導かれて置かれているその場所において、あなたがその天の御国を解き放ってくださることを信じ感謝いたします。
あなたがそこで豊かに働いてくださることを期待します。あなたに期待して、すべての人たちがあなたこそが主ですと呼び求める、その時が来ることを信じ感謝いたします。あなたにすべてを委ねて感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちのイエス様に大きな拍手を送りましょう。最後に一曲賛美して、祝祷の時間を持ちたいと思います。今週も私たちが1週間主にあって大胆に歩むことができる、この賛美を立ち上がって歌ってまいりましょうじゃないでしょうか。メン。アメン。素晴らしい。主を褒めたたえます。すべての恵みの源イエス様に感謝を捧げます。この礼拝の最後に祝祷したいと願います。パウロは第二コリントの手紙の最後、この三密体なる主の皆によって祝福を持ってその手紙を閉じます。今私たちはこの祝祷を持って本当に感謝を主の御前に捧げ、そして主からの祝福を受け取りたいと願います。仰ぎ恋願わくば我らの主イエスキリストの偉大な恵み、天の地なる神の大いなる愛、聖霊なる主の親しき交わりがこの1週間もまた今より常しえまでこの神の家族と共にありますように。我らの主すべての贖い主であられるイエス・キリストのお名前を通して祝祷いたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。素晴らしい主にもう一度大きな拍手を捧げてまいりましょう。
またお互いにもう一度祝福を持ってですね、この1週間も主のシャローム、主の祝福が満ち溢れますように、お互いを祝福し礼拝を閉じたいと願います。アメン。感謝いたします。